はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんは突然ですが、親子丼って好きですか？僕ね、親子丼めちゃくちゃ好きなんですけど、鶏の方の親子丼じゃなくて、海鮮の方の親子丼の方が好きなんですよね。要するに何が言いたいかっていうと、今日は親子丼デッキをご紹介していきたい。はい、どういうことかっていうと、インフェルノクイーンサーモンっていう、鮭が入荷したんですよ、診断で。で、診断で鮭入荷しまして、鮭の子供は何ですか？鮭の子供はイクラですね。はい。なんで、イクラと、鮭で、親子丼、これです。全力でふざけてます、ちなみに。はい。全力でふざけた結果、なんか意外と強いデッキになりました。これ、どういうことかっていうと、イクラの軍艦と、インフェルノクイーンサーモン並べるだけなんですけども、並べるためにですね、このレベル5のね、水属性なんでね、シナジーないんですわ。軍艦とは。なんで、強引にインフェルノクイーンサーモンを出せるようにですね、トレモラとね、ギーダスをね、ぶち込んでね、ほんで、ここを展開できるように強引にしてきました。はい。というわけで、本日は、新鮮な、本日入荷した新鮮な鮭と、そしてその鮭の、お腹から、剥ぎ取ったイクラ、これを皆さんにご馳走していこうと思っております。デュエル、いや調理スタンバイ。このデッキ使ってるとお腹減ってきますね。手札めっちゃ強いですねこれ。これ手札めっちゃ強くね。シャリの軍艦、ちょっと増殖するうちだけ本当にやめて、保健所が怒るから。うららとかはいいわ。で、赤シャリの軍艦の、効果によってデッキから謎のモンスターイクラの軍艦も特殊召喚、そして2体のモンスターでオーバーレータグ欲しくエクシエンス召喚、あられろイクラ型1番艦効果発動、カードを1枚取ろう。ぶっちゃけふざけてます。はい。白魚の軍艦を召喚、これ絶対ウニの方がよかったな。で、ちょっとイクラとね鮭をね並べたいんですよね、僕は。とにかくイクラと鮭を並べたいというのに必死。そして、レベル4のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、あらあら空母軍艦チラヨ型特務艦効果発動。なんか一生なんか光ってんだよな相手、なんか不最強のカード引いた。で、気まぐれ軍艦握りを手札に加えていくぜ。よし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 、いいぞ、ぶん回ってやがるぜ。そして切り裂かれし闇を発動、さらに自分の手札の翡翠のトロムラをぶん投げることによって水属性モンスターを特殊召喚、あらあろイーベルのクイーンサーモン、そしてクイーンサーモンの効果発動、ジェノサイドキングサーモンを特殊召喚。さあイクラとシャケが並んでいく。この盤面が作りたかっただけなんですよ僕は。この圧倒的鮭とサーモン、鮭とサーモン同じじゃん、鮭とイクラを並べるっていう盤面が作りたかっただけっていうね。ちょっと一旦退場してもらいましょう。はい、ありがとう、お前らありがとう、お前らありがとう。これが通称親子丼デッキってやつですね。はい。で、同じナンバーズのモンスターが2体だったので、とりあえず一旦ボディーガードである、ミラリオホープさんを出しまして、で、おしどり夫婦である、奥さんとご主人でオーバーレイエクシーズ召喚。バイトリーダーネフィルアサイラムヘッドライドを特殊召喚し、カードを一枚セットして、これでターンを終了ですね。店はまだ開店しなくてもいいでしょう、おそらく。まだちょっと今寿司のネタが入荷待ちなんで、まだ、寿司屋開店はまだといったところ。まあ、これで一応リボーがやりますからね。一応ですけど、あ、アダマシアか、なるほど。ダマシアくんはちょっと待って、ダマシアくんはねパクんないといけないね、これ。あれ効果発動されるとやばいので、オーバーレイユニットを2つ使い、程度上のモンスターをパクりながら素材を1個供給するという効果。プルリン。さあ、バイトリーダーの効果によって新人を教育していく、新人バイトを教育していく。はい、新しい、バイト入りました、アダマシアアナライザーくんです、よろしくお願いします。あー、プランキッズ、なるほど、いいでしょう。見かけ獅子を止めないんじゃない、多分。見かけ獅子効果発動って言った瞬間にミライリオホープって言えば、
まあいいんじゃないでしょうか。まあリンクちょっと稼がれますけどね、あのリンク数稼がれますけども、まあ、ちょっと若干めんどくささはあるが、プランキッズ見よいいでしょう。でプランキッズドロップ、これドゥードゥル来るな、ドゥードゥルドゥ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 ドゥル、えこれプランキッズ入ってる構築なんか珍しいですね、最近。春化粧入ってるアダマシアの、春化粧アダマシアみたいな構築者、あんま、あ、やばい、強い。琥珀メールサプライヤー強い。サプライヤー、余裕だな。やばいぞ。ちょっと待ってくれ。これちょっと待って、サプライヤー、まずいな。サプライヤー特殊召喚されると、琥珀メールガーディアンが飛んでくる可能性があるから。いや、でもこれレベル4みたいか。いや、これパクればいいか。これパクろう、ちょっと一回これパクるわ。この向こうにしてパクるわ。ちょっと小脇メールガーディアンめんどくさいし、なんかでもこっから動かれるパターン全然あるな。カトリンとか持ったらやばい。ただちょっと小脇メールガーディアンもやばいから、ちょっと一回向こうにして、で、これでランク4ができなくさせて、これで一応アダマシアとか持ってたらもうやばい。普通に。貫通される。やばいぜ。プランキッズロックとプランキッズズッドルでトロイミアユニコーン。何？あ、でも大丈夫だ。トロイミアユニコーンだったら。トロイミアユニコーンだったらまあ大丈夫。まあ一応未来のボディーガードはちょっと一旦早退するけど、ボディーガード早退しました。今ちょっと店の門番がいません。助けてください。ちょっとバイトリーダー守備力高いんでね、かなり風紀乱さないようにちょっとかなり守りに重きを置いてるからさ、はい。でシャリの軍艦を見せつけることによってデッキから、まあ、軍艦カードを3枚見せつけるんだけど、シャリの軍艦見せつけてると好きなやつ持ってこれるという、まあ、史上最強の方が持っていますと。はい、というわけで、まあ、これ当たり前に赤シャリの軍艦を手札に加えていく。 OK 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 二妨害で止まっていただきました、ありがとうございます。いくらの軍艦も来た。 OK では、一旦廃棄物から、シャリ拾って廃棄物のシャリ拾ってゴミ箱から一回ちょっとテーブルに戻します。はい、保健所案件保健所案件をして、でシャリの軍艦を相手に見せつけることによって、特殊召喚していく。で特殊召喚に成功した場合、デッキから、軍艦モンスター1体特殊召喚して、でそいつに名前が記されているエクシーズ出せる。はい、ウニッチョウニッチョでウニグダ2番艦の効果カードを、1枚ドローしていく。取れもらいいよ。これ鮭来たら最強だな。鮭来たらマジで最強のムーブできる。ちょマジで今本当に鮭が欲しい。とりあえず白魚の軍艦の効果を発動するぜ。シアオの軍艦の効果によって、手札から軍艦モンスター一体を特殊召喚ができる。はい、でさらにデッキの一番上に、軍艦を置くことができる。はい、まあ何でもいい、まあ一枚でいいんだけど、別にイグラの軍艦で特殊召喚するから。はい、で切り裂かれシアオの効果は今まだ発動はしない。でイグラの軍艦の効果特殊召喚で効果発動。これでデッキトップ3枚見てシャリがあれば握ることができる握れる。これで特殊召喚、さらに、切り下がりしやめの効果でカードを1枚ドロー、ゴー。あー惜しい。いやいくらいくらし、まだまだまだわかんないよ。でも大将、お店オープンしますオープン。そしてこれどっちからでもいいな。ちょっと本日ちょっとお客様ネタ3種類しか入荷しておりませんので、新鮮だ。あ、じゃあ4種類あるわ一応。もう1種類、もう1種類ちょっと、もう一種類頼む、もう一種類。あー違う、お前じゃない。2体のモンスターでオーバーレイエキシス召喚する。もう一枚どうしよう。白子だな。ここと、ここ。いや、これシャケ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 。ちょ、サーモンサーモンサーモン入荷待ってます。お願いします。はい。ドロー頼む。あー、お客様、お客様、サーモンは入荷できませんでしたちょっと道が混み合っておりまして、現在ちょっとお店にまだ素材が届いておりません。大変申し訳ございません、また明日の、また明日のご来店をお待ちしておりますご来店
ご来店ありがとうございました。お会計。はいはい、あ、入荷はしてますね。結構今新鮮なネタ入荷しております。まずはウニの軍艦の効果がいくじゃないかな。シャリの軍艦を見せつけまして、これ赤シャリがあったら最強だったんだけどな。これでウニの軍艦の効果によってシャリの軍艦特殊化していく。なんかあるな。とりあえずシラウオの軍艦の効果を発動するぜ。シラウオの軍艦の効果によって、シャリがいると特殊召喚できる。で、ウニの軍艦の効果を発動。ウニの軍艦の効果によってウニの軍艦のレベルを、4に下げていきたいんですけども、なんかあるねこれ。なんだろう、ベーラー法要かな。なんかじゃあ、あの増殖するチェーンとかウララのチェーンじゃなかったんで、ベーラー法要系な気がしますね。シャリの軍艦っていうのを変えていく。で、シラウオの軍艦の効果発動したい。シラウオの軍艦の効果によって手札から、なんかシャリを、特殊召喚できるんだけど、まあ、シャリじゃなくてもいいけど、まあ、軍艦を特殊召喚できる。はい。で、カードをデッキトップに置く必要性はあまりないな。一旦シラウオですよね。シラウオの軍艦とシャリの軍艦でオーバーレイ。エクシード召喚。シラウオ型特務艦効果発動。いや、ここ撃たれそうだな。あー、やっぱ無限保有か。なるほど。まあ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 、いいでしょう。まあ、1枚だな、多分あるとしたら。じゃあ、ウニの軍艦、2枚あったらなんかウニの軍艦に撃ってた気がするんだけど、そんなことない。ちょっと、わかんないけど。で、まず、とりあえず、ちょっと、1回いくら。一体いくらで。はい。で、カードを1枚取ろう。ここでトレイボラーとか引いたら神。いらねえ。くそいらねえ。今、シャリは、もう、今、お腹いっぱい。まあ、一旦ボディーガードっすよね、これ。ちょっと召喚金1個足んないんで、ちょ、ごめんなさい、サーモン、ちょ、入荷したんですけど、今ちょっと鱗取ってるんで、ちょっと待ってもらっていいですか。鱗取ってるんで、ちょっと待ってもらっていいですか。今、鱗とかのさばいてるんで、あ、3枚に。はい。まあ、今、いくらをかき出してる途中なんですよ、腹から。ちょっと待ってください、お客様。てかさ、もうちょっと軍艦強いカードくんねえかな。ウニのさ、なんかウニ型の効果全部フリーチェーンとかでもいいような気がしないでもないんだけどな、これ。なんかさ、自分のメインフェーズから相手のバトルフェーズしか使わないんですよね。クソ弱いんですよ。相手のターン何もしないんですよ、バトルフェーズ以外は。さあ、レイのハーティング来た。レイのハート効果発揮。やるじゃん、効果発揮。やばい、これあれか、いや、エンドフェイズ。ああ、じゃあサリークだな、あれ。なるほど。そういうことか。なるほど、なるほど、なるほど。多分サリークだね。ねえ、パクられるから多分効果発動しないんだ、あれ。レイノハートは。なるほど。まあ、ちょっと完全に読み切ってます、これは。シャリの軍艦を相手に見せつけて、自分を特殊召喚できるとかいう甘すぎる効果。ああ、サリークね。はい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 。いいでしょう。で、サリーク。で、未来竜王ホープ君が永続的に無効になってしまうとかいうやばい効果が発動され、レイノハートが墓地に怒られる。まあ、墓があるんで、まあ、なんとかなるかなと思いますね、一応。で、ウニの軍艦、特殊召喚。で、赤シャリの軍艦、特殊召喚。はい。で、レイノハートは墓穴しましょう。で、これで墓穴撃たれるぐらいやったら、多分ムドラかケルドで戻していくでしょ。あ、オッケーオッケー、オッケー、いいよ。で、レイノハートが戻るけど、結局レイノハート出てこないから大丈夫。いや、マジでトレモラ引いてくれ、頼む。頼む、マジでトレモラ引いてくれ。トレモラが引けんとマジで終わる。終わりはしないけど、お客様にね、お料理を提供することができないんですよね。お料理を提供することができないんですけども、とりあえず、ウニの軍艦の効果を発動して、シャリの軍艦のレベルを1個上げるという効果。これは多分あれでしょう、ケルドの効果ですよね、多分ですけど。はい。で、いや、ここで1枚、まあ、シャリでもいいな、これ。シャリでもいいわ。シャリかトレモラか、ギータスでもいい。結構なんでもいいぞ、意外といける、これ。さあ、ウニご提供させていただきます。で、ウニの効果、カードを1枚取ろう。さあ、回転できるか、回転できるか、寿司屋。寿司屋回転できるか。あ、神神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 神、回転できそうなんだけど。
新鮮なサーモン入りました、今後発動築地から、今豊洲か築地じゃねえか、豊洲から、まあいいや築地で、築地から仕入れてきた新鮮なサーモンをね、新鮮なサーモンを、あてこれこっちやったらあれだったら通常モンスターだったら、まあいいや、てかこれ殴ったら勝ちまである、よし新鮮なサーモンをお客様に提供していこうオッケー強いなんかちょっと強くて草なんだけど全力でふざけたけど意外と、まあ、そこそこ強くて笑う、はい、お客様お会計、対戦、いやご来店ありがとうございました。あーそういうタイプのデッキね、そう、うわそういうタイプのデッキね、きめー、マジでこのタイプのデッキ普通にな、あのティアラメンツに親殺されてるみたいなね、あのマクロコスモス、次元の裂け目、ネクロバレーみたい な, なんかガリゴリゴリに発動されるね、激も親子のデッキがね、あのそこそこいるんですよね。なんか、あなんか全然知らんか、なんか知らんくもないけど、なんか全然俺の思ったデッキじゃない、なんだ俺、運命のなんかカード発動されて、俺シャリ置いておくけどいい、これシャリドローして差し上げいただきますか、これマジっすか、アームスコール、あーでもやっぱでもそっち系か、アームスコールね、結界像がなんか召喚される感じ、これ意外とあれですよ、お互いにカード1枚出ろ、なるほどなるほどなるほど、わからん一体何をしようというんだ彼は、なんか手札強くなってきたぞだんだん、妖刀滝光効果、滝光カード、ターンスキップする気か、魂を吸う滝光、魂を吸う滝光の方で、ね、ドローフェーズスキップするやつだよこれね、はい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 、オッケーで、極捨てキモい、極捨てキメーな、あんだけ回してコンボパーツは集まりましたみたいな顔してるのめっちゃうざいな、劇的に決めなのどかな埋葬、なるほど神殿を守るものやばい、あれはスーパードローロックカード、かく乱作戦だと、先制復帰、まずいまずい、これはまずい俺の手札が、俺の手札、待てよ、いや、ちょっと、でも相手言うて当たるんですよ、全然打点ないけど、これなんかどうやって勝つのこれ、アームズコール、はい、アームズコール発動、妖刀竹光、妖刀竹光を発動し、妖刀竹光を装備する、で魂を吸う竹光、竹光さらに装備カードを装備したモンスターを選択して発動、新たちモンスターが相手のミスバメージを当てた場合、次のドローフェーズをスキップする、あれこれ俺ドローできなくねちょっとあ、やばいことが起きたやばいことが起きたよ、やばいよこれ、俺もしかして、これ俺ヤドロックみたいなこと決められてる、ちょっと待って、これもしかしてさ、俺あとこれなんか8回くらい殴られ続けるの、これ俺見てなきゃいけない、これ俺のワイフがこのなんかクソザコ神殿を守るもの1100ビートをされ続けて亡くなるのを、これなんか7ターンか8ターンくらい待たないといけない感じ、お前モンスター出せや、なんだ10ターンってふざけんな